おはようございます、永井です。今日は、前回というか、まあ前に引き続き秋川にやってまいりました。ここですね。はい、いやいやいや、この辺りは上流へは登ってったことはあるけど、今日は下へ下っていこうと思います。ただ下はやったことないんで、どんな感じかわかんないので、今からドキドキワクワク、ロマンティックが止まらない状態です。まあね、釣り人ねいない。6時20分、ここ超激戦区のはずなんだけど誰もいないですね。釣れるかな今日。釣れますかね今日。グイ釣れんじゃない。また前と同じパターンに負けないからね。今日ウグイ釣るの。ウグイ釣る。あ、そう。そう。いや、ウグイ勝負だね。そう。どっちが大きいウグイを釣るか。ウネザのシャクウグイ狙ってんだろ。狙ってるよ、もちろん。当たり前だろ。じゃあ今日シャクウグイ釣るってことで。うん。てか、魚がすごい。ぴょんぴょん跳ねてる。ちょっとね、小魚が跳ねてるんだけど、この辺はちょっとまあ、いいんで。ちょっとある程度下行ってから釣ろうかなと思います。しかも2人とも病み上がりっていうね。うん、体調不良。先週やばかったから、マジで。俺も先週やばかった。ほんと先週釣り行けなかった、もう具合悪すぎて。俺も犬さん万年そうだね。いや、特にやばかったもん。ほんとに歩けもしなかったから。歩けもしなかった。そう、車椅子。肋骨が痛すぎてね、咳ができないのよ。咳したらもう悶絶だから。やばいな。悶絶じゃあ今日はそんな感じで、はい、病人2人で釣りです。はい、じゃあ一日よろしくお願いします。よろしく。よし、この辺からやりたいのだが、この何このトラップ、ちょっとね、え？ちょっと待って。ここ、大丈夫これ。よいしょ。よいしょ。でさ、GoPro もさっきのオープニングだけ撮っただけなのにさ、100% あったはずなのにバッテリーがね、でもすでに 50% とかなのよ。どういうこと？よっしゃ。秋川。下流域1投目。ここいるだろう。どっからどう見てもおるだよこんな。とりあえず黒川、昨日いっぱい取ったからね。ほらほらほら、当たってる。食った。あ、来た。ほら、ちっちゃい。あ、バレた。ちっちゃいのバレました。なるほど。うん、オッケー。一発目黒川で来たね。ブドウちゃんは、ブドウちゃん行くぜ。ちょっと待って、あんなチビしかいないのかな。奥は流れ早いよ。ブドウムシさん速攻反応するんじゃないですか。おい、来るよ。さあ来い来い来い。あれ、ちょっと待って、おかしいぞ。なんでこれで来ない。ここはだってね、河原まで車でもう入ってこれるから、スーパーウルトラ激戦区なんだけど。でさ、さっきから言わなかったけど、ちょうど目印の先に、あのテトラみたいなのあるでしょ？あそこにモコモコが埋まってんだよ。何あれ。ちょうどあそこになんか、動物みたいなのがさ、なんか四角いとこに挟まって、何ですかあれ。お、当たった今。一瞬で離しちゃったよ、チビ。お、おい、はいはいはい。今、撮ってなかったけど今流したらかかったよ。流針だわ。流針というかまあ、流し終わりの方。ちょっと待って、タモ？タモどうした？ちょっと待ってよ。それ、あ、一瞬、
お、低いと思ったけどちっちゃかった。ほい、来た。よし、今日やっと一発目のお山目様です。よし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 、対抗がある、短いけど。お、綺麗綺麗綺麗、いいじゃん。よっしゃ、これ一発目のヤマメです。ありがとうございます。綺麗だなこれ。よし、黒川で食った。お、当たったな今。ん、お、来た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 、ちっちゃいちっちゃいちいせえ。おし、来た。よっしゃ、うぐいじゃん、やったぜこれ。だよ、俺流神の真下にウグイさんが入ってたよ。はい、梅沢さん釣れました、ありがとうございます。はい、さようなら。ここ良さそうでない？行きますよ。なんたってね、着慣れてる秋川といえどここのエリアは初めてだからね。新鮮でいいわ、やっぱ。比較的ね、下流の方です、ここは。あ、なんか今、かかってたね、一瞬な。ああ、あれ？あれ？なんだ、根がかってますけど。ここ反応ないとおかしいぞ。それ以上下はトラップがあるから。これ以上はきつい。ああ、もうこれ以上、ああ、なんかかかっとったよ。なんだだだだ、ちょちょちょ、待って。ほい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 、はい、メダカウグイです。なるほど、ブドウムシから黒川に変えたらまたすぐ来ました。同じサイズじゃないですか。はい、ありがとう。おいおいおい、こんなんしかおらんのか。おはようございます。はい、釣った。流神の流し終わりぐらいでヤマメが来た。お、梅沢さんどうすか。とりあえず一匹。どっちがどっちだこれ。多分こっちかな、俺。これ、うん、何やった、ブイブ。お、アメマ先輩じゃないですか。はい、やりやがったな。さっきからちっこいウグイばっかりだね。本当にまだウグイまでビゴダメだな。はい、釣ってください。ここまだいそうだよね。いやいや、わからんよ。来たよ、ほら、いいやつだこれ。ほら、梅沢さん釣れました。けえ、もう俺の勝ちじゃねえこれ。今日一のウグイやったぜ。ほら、いいね。今取ったばかりの黒川で釣れましたよ。梅沢さん得意の休憩ですか。休憩、今日の休憩は何ですか。もうもう8時近いから、8時近いから休憩。今日はあの、まあ朝ごはん的な。うわ、カレー飯出てきた。カレー飯、これ箸で食うよ。箸で食う。でもなんかココナッツの甘みとコクどうなんだろう。いや知らんけど、やってるよすでに。え、ちょっと休憩ですよ。早いね。え、早い？早い。今日5時、6時前に起きてるからもうちょ遅いぐらいじゃない。起きたとかじゃないか。い、休憩。じゃあ食べてください。だいぶね、はい、体力消費したから。異常に早い昼休憩も終わったので後半戦スタート。
か浅いとこ。梅沢さんが絶対狙わないとこ。あれちょっと、あーやりやがった。くっそ、このひらひら、ちょっとひらひらで場所を潰しちゃったんで、下の方、これいるだろ。なんだ今すげえ水面を飛び跳ねてたぞ。なんか飛び魚がいたぞ今。ほらほら来た、ほらいた。あいい、何ですか。うわまたグイグイパイセンじゃないですか。うわこの人たちもセミ出てきてますね。なるほど、はい、はいどうも。あれ、あ、なんだこれかかってるんだけど根がかりも同時にしてる感じする。これえ、ちょっと待って、なんだこれ、どういう状況。なんか今すごいギラ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 してるけど、なんだなんだ、え、どうなってる。あ、ほら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 、かかってんだよ。スーパー稚魚ウグイ。おい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 、今日は俺の優勝か。はあ、この辺はこういう感じなのか。ちょっとそれ入信すぎるでしょ。ああ来ちゃうな、来ちゃう来ちゃう来ちゃう。おー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 おお、跳ねる跳ねる、来たよ。流進で来たか、流れ早いから引くわ。見て見て見て、見えるこの流派のしなり。あーもうタモタモは、ちょ待ち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 、ちょお待ちください。タモオッケー。ああどこ行くのね。ちょっとあんまり無理しないで、ゼロ2だからね。あなるほど、引くと思ったら2時か。おいおいでおいで、それ、よし来た。なるほど、おーおーおー、いいねいいね、あの流進にいるのいいね。まずこりゃいいわ。オッケー。ほい。秋川のニジちゃん。いいね。なかなか引いたよ。はい、こんなんでした。ありがとうございます。にします。はい。まあ今撮ってなかったけど何回かやってて、ちびうぐい忘れた。ゆるいところだとうぐい。ニジマスは早いとこにいるか。その辺で来てもいいんじゃない。あ、あ、なんか来てた。ほらほらほら、かかってたよ、なんかちっちゃいのが。なんだなんだなんだ、なんでしょう。あ、流進だから引くね。なんだ、強い強い。ニジ、あら、あらま、あーめまー、それ、来たー。いたじゃない、ほら、おやまめ。いや、いいね、やっぱこの季節の移り変わりとともにポイントがこの変化してくる、この感じ。ほら、いいやまめ。これ、秋川のやまめですよ。いいね、唇がね黒っぽくなってて、ヒールレスラーみたいな、北斗晶みたいです。ちょっとこの辺ね、あのすでに梅沢さんがやってった後なんだけど、
どうだったのか聞いてないから一応流してみます。深、これは深すぎんな。ここだって梅沢さんの好きなポイントベスト3に入るよ。それを粘らないで行ったってことは釣れんかったんかな。ああ、いいや、はい、終わり、一回で終わり。はい、はいはいはい、次。梅沢さんね、一箇所でやたら粘るくせに移動し始めたらもう一気に行っちゃうからね、あれもう見えないでしょ。見てください、スーパー浅瀬、こういう波のところはニジマスが好むポイントだと思っております。そして梅沢はやっぱりここはやらなかったらしい。もう10センチ水深欲しいね、この流れで。さすがに浅すぎる感は否めないな。ああ、ちょ待って、奥側を、これね、下手したら入れた瞬間に根がかりすっからね。いやー、しかしちょっと鼻の噛みすぎで左耳ちょっと聞こえないわ。そのひらひらの直前まで、あーダメ。うわやべえ、ここ鯉の巣窟だ。何匹いるのこれ。 1,2,3,4,5,6,7,8、 黒いの8匹と白いの1匹。うわやば、おい、こんなにかかったらどうしようもないぞ。すげえ、見えるこれ、鯉だらけ、でかっ。鯉やるなやるでね、2号ぐらい張ってこないと無理だこれ。おーおーおお、つっついとるや。なんだこれ、なんだこれ。グイユー先輩の後輩でした。ちっちゃいちっちゃい、よいしょ。お前なんで飲むかな。はい、梅沢さんの釣りが始まりました。早くして。お前軽すぎる。え、ちょ、これ竿なんだっけ。エキスパート、え、エキスパート手前に行っちゃった。テー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 です。エキスパートテーテーです。何してるんですか。うまくいかないですね。あー、重い、軽い、これ。何号ですか。2号だと思う。2号で、あ、俺確か1号使ったな。はい、その台湾の重り外し高いんだよな。これ台湾でしょ、それ。そう、俺昔車の中でなくして一生見つかんなくなったの。車の中でなくしてないんじゃない。どっか行ったわ。そう、秋川でな、重り 6B で行け。あの 3B、 あ、 4B までしか持ってない。 4B までしかないの。うん、残念だ。 4B 3個ぐらいつける。梅沢さん、今これはちょっと、あの後すぐ来たね。何これ。ああ、先輩じゃないですか。ターゲット魚種だ。鬼ちょろで今日ね、あのヤマメもニジマスも2匹とも黒川できたから。鬼ちょろはね、今日どこも反応なかったね。これは京一かもしれない。この京一、どこの京一さんですか。はい、ああ、おめでとうございます。はい、ありがとうございます。はい、逃げちゃう。今日のショーカーです。ショーカーっていうか、これ以外にもいっぱいいましたけどね。ほら、うんうんうん、どうですか。どうですか、見てください。とりあえず、ああ、まずまずのサイズだけ。ヤマメとニジ。めっちゃ元気じゃない。これ結構でかいね。暴れん坊や。あ、すごいな。すごい。
じゃあこの子たちにはお帰りいただきます。はい。うん、サイズまあまあ、すごい、こんな感じ。ありがとう。いい、息でも聞いてよかった。いいね。うん、はい。逃がす、はい。いや。捨てよ。俺から遅れること20分ぐらいで宮沢さん帰ってきましたけど。釣りましたよ。釣った、うん、あの小川で。そうあんなちっちゃいところもいるんだね。じゃあこれこの後は釣り具屋行きますか。はい。で飯食って帰りますか。はい。じゃあお疲れ様でした。お疲れ。あ、飯何食べんだっけ。ラーメン。